一曲だけのコンサート ちょっとパターン違いましたね。たまにバリエーション変えてみようかな。毎回楽しみになっちゃいますね。さあ、松原健さんの1曲だけのコンサート、このコーナーでは松原さんがさまざまな演奏ユニットを訪ね、その方との1曲だけのミニコンサートを開きます。はい、松原さん、今回は、はい、今回はバイオリンという西洋の楽器と、はい、そして琴、日本の和楽器とのセッションで、あの、初めは想像できなかったんですよ、どんな風になるのかな。でもとても素敵なハーモニーでした。ぜひそのセッションの様子をご覧ください。コンサートを行ったことがあるというお蕎麦屋さんにお邪魔しました。バイオリン奏者の福田愛さんと琴奏者の北村愛理さん、金沢市出身で愛知県名古屋市に在住の福田さんは3歳でバイオリンを始め、名古屋の音楽大学を卒業、現在は名古屋と金沢を中心に演奏活動を行っています。そして金沢市在住の北村さんは同じく琴奏者の母を持ち、幼い頃から琴に親しんできました。現在は師範として指導しながら幅広く活動されています。いやー、素敵な日本のね、ふるさと、このお琴と、そしてこのバイオリンで演奏していただいたんですけど、初めはちょっとなんかミスマッチかななんて思ったんですけど、でもとってもなんかその素敵で、今まで聞いたことのないようなそういう音楽を聴かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。そもそもね、お二人がこう出会われたきっかけみたいなものを聞かせてもらえますか。はい、あの、ちょうど6年ほど前なんですが、はい、東日本の大震災があった時に、はい、あの、奇跡の一本松という木があったんですけれども、話題になりましたね。それでバイオリンを作られたっていうことをお聞きしまして、で、私が金沢で演奏することになったんですね。で、その時に、あの、一緒に演奏してくださる方をちょうど探していまして、おことがいいんじゃないかと友人からそういう話があったんですね。で、その時に北村さんを紹介していただいて、東日本大震災の津波に耐えた松の木を使って作られた奇跡の一本松のバイオリン、1000人のバイオリニストが引き継ぐというプロジェクトの中で開かれた金沢での演奏会で2人が出会いました。その時、あの、北村さんはいかがでした？そういうお話があった時は。あ、緊張しました。あの、地元の演奏者の人と、はい、ご一緒にっていうことでお声をかけていただいたんですけど、はい、なかなか私もやっぱり和楽器なので、洋楽器とやる機会っていうのはそんなに多くなかったので、どういうふうに合わせたら綺麗なんだろうっていうのをいろいろ試行錯誤してアドバイスいただきながら、やりました。実際その音楽を2人でやってみていかがでした？そうですね、初めてお会いしたのに、なんかもう前から私はね、知っているような感じで、すごくこう自然に演奏ができたんですね。私も、あの、同意見で、初めて会わせたのに、はい、あ、こんなに合うんだっていうのが、あの、すごい最初の第一印象です。不思議と息が合ったという2人ですが、お互いの楽器と合わせるのは初体験。特に特殊な楽譜を使うことにとって、洋楽器とのセッションは簡単ではなかったようです。一本松の時にいただいた楽譜は5000譜で書いてあって、はい、あの、それを、あの、おことの譜面に直す作業からやっていくんですけど、こうおことはいろいろ制限があって、それも、あの、一つの魅力なんですけど、バイオリンに比べると音域が狭いことと、ドレミに決して並んでいるわけではないので、ない音がいろいろたくさんあったり、それをいろいろ話しながら、ここは弾けないから、じゃあバイオリンの人にお願いしようとか、そういうふうに作っていくのがやっぱり難しかったですね。バイオリンの福田さんも
和楽器とのセッションだからこそ心がけたことがあったそうです。相手の音色を聞きながら演奏をやっぱりしなければならないので、うん、相手に寄り添うというか音を聞きながら話し合いながらみたいな感じで、それがいい音色が生まれるっていうものではないかなというふうに感じます、うん、さあそんなね2人ですけど今後の目標とか野望みたいなものはあります？そうですね、はい、この金沢にせっかく生まれたので、うんはい、金沢から世界に音楽の良さ、金沢の素晴らしさを音を通じて発信していきたいなというふうに感じてます。やっぱり金沢って伝統芸能がやっぱり盛んな町なので、ここならではできることがあると思いますし、またこうやって洋楽器の人とも和楽器は一緒に合うんだよっていうことも見ていただけると嬉しいですね。そうですね。バイオリンと琴との一曲だけのコンサート、洋と和の美しい音色で平成のこの名曲をセッションします。空を押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみをあげよう、庭の花水き、薄紅色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が100年続きますように。蝶々を追いかけて白い頬をあげて、母の日になれば水木の葉送ってください。また泣くてもいいよ、知らなくてもいいよ、薄紅色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように、100年続きますように、100年続きますように。確かに想像はつかなかったんですけど、聞いてみたら伸びやかなバイオリンの中に軽やかな琴もね、そうですね、こうアルペジオでね、こうね、琴素敵でしたね。今まで合わせたことがないっていうことがちょっと不思議なぐらいなんですよね。なんかいろんな歌で聞いてみ
たくなりましたね。ねえ、なバリエーションがね、楽しめそうです。心地がいいというか、本当にスーッと体に入ってきますよ、ね。いや、どれぐらいかって言ったら、ケーキと日本酒合わせぐらいなんかちょっと想像する。なるほどね、はい。それがバッチリ合うんですよね。そんなに自然に聞ける音でも、演奏する側はこういろいろね、こうバイオリンがこうで、お琴がこうでっていろいろ調整してるっていうのもすごい。分かると歌われてどうでしたか。歌ってる時もね、なんか本当に新しい感じがして、うん、新鮮な感じがしました。初めての経験でしたね。でもとっても2人のハーモニーも良くて、うん、歌ってるのも楽しかったですね。着物と洋服ってのもまたいいそうですね。それもね、お召し物も違いますよ ね、うん。福田さんがその話し合いながら演奏をするっていうのが深いです、ね。そう、まだそんな感じで演奏しながら演奏してるっていう気持ちも伝わってきましたし、ね、素敵ですね。ありがとうございます。そして松原さんからお知らせがあります。はい、恒例になってまいりましたラポルト鈴歌謡祭、今年も行わせていただきます。今年は青井香織さんと一緒に務めさせていただきます。ぜひ皆さん生の歌声聴に来てください。はい、さあ、そのラポルト鈴歌謡祭2018は3月4日の日曜日、鈴市のラポルト鈴で午後3時開演となっています。さあ、次回の放送は3月19日です。どうぞお楽しみに。ありがとうございました。さあ、この後はお天気情報をお伝えします。明日は日差しが暖かい一日になりそうです。